羽田空港を離陸した日本航空の旅客機が離陸時にエンジンに鳥を吸い込むトラブルがありました。こちら羽田空港のエンジン出荷の瞬間の映像が入ってきました。あ、本当だ、煙出てる。そうですね、左のエンジンから出火したということです。エンジンの中に鳥が入り込んだことが原因とみられる、いわゆるバードストライクのトラブルで羽田空港に引き返し、先ほどこの旅客機は無事に羽田空港に着陸しました。旅客機はボーイング777機の日本航空6便ニューヨーク行きで、離陸時に左のエンジンから出火したということです。